皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、購入品を紹介していこうかなと思うんですけど、皆さんフィフスっていうブランドをご存知ですかね。私も最近インスタとかでよく見かけていて気になっていたんですけど、すごいベーシックなものとかも売ってたりとか、普段のコーディネートをもっと今っぽく幅を広げてくれるようなトレンドのアイテムとかもあったりとかして、でそれがプチプラなんですよ。すごい低価格で売られていて、会員数も確か170万人いたりとか、インスタも結構有名で85万人フォロワーさんがいたりとか、雑誌とかでもよく取り上げられているブランドなんですが、今回はそこで春服を5つ購入しました。今日はただの購入品紹介じゃなくて、フィフスの購入品も詳しく紹介していきながら、自分が持ってる洋服とかも組み合わせながら、コーディネートも紹介していきたいなと思っております。ぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、では購入品を紹介していきます。じゃあまず一つ目がですね、じゃじゃん、こちらシャイニーロングプリーツスカートでございます。すごく長いスカートなんですけど、色がすごい綺麗なグレーで絶妙なカラーなんですよね。明るめの春らしいカラーになっています。輝き方がねめちゃくちゃ綺麗なんですよ。これ画面で伝わりますかね。すごい高級感のある輝きでめちゃくちゃ可愛いです。プリーツも縦に線が入っていることでスタイルがよりよく見えると思います。ウエストもねゴムになっていたりとか、すごく履きやすいスカートでございます。丈もねすごく長くって、ちゃんとしっかり足首まであるので、そこがいいなって思いました。ということで、まずこれを使ったコーディネートはこんな感じにしました。今着てるこのロゴ T シャツを合わせてみたんですけど、やっぱりスカートが結構高級感があって女性らしい感じのシルエットなので、ちょっと上は崩して T シャツを合わせてバランスをとってみました。やっぱり春夏とかって結構薄着になったりとか、割とシンプルめなコーディネートがいつも多くなってしまうので、こういった1個でアクセントが効くようなのスカートをあえてシンプルなロゴティーに合わせてみました。これ1個入れるだけでコーデがより華やかになったりとか、便利な着回しもしやすいスカートかなと思います。はい、ということで2つ目がですね、じゃじゃん、こちらのリネンライクロングシャツでございます。名前の通りちょっとリネンっぽい感じの、すごく爽やかな涼しげな感じのロングシャツになっております。私今回ピンクブラウンをチョイスしたんですが、このね色がめちゃくちゃ可愛いんですよ。ピンクはピンクなんですけど、ザ・ピンクっていう感じの色ではなくて、ピンクあんまり着ない私でも使いやすいような感じの色になっていて、とても可愛いです。こちらテローンとした素材になっているので、すごく上品なシルエットになっております。シャツは本当に万能で着回しも効くので、この春夏とか一つ持っておいてもいいんじゃないかなって思います。ではこちらを使ったコーディネートがこんな感じでございます。今回は明るく春っぽい感じ、インナーとボトムスはホワイトにして、シャツをワンポイントとして差し色的な感じで着ているんですけど、中の色を統一することによって自然とアイラインができてですね、スタイルがとてもよく見えます。ロング丈のシャツになっているんですけど、素材もすごく柔らかく軽い感じの素材で、色も結構明るめのカラー、春らしい感じのカラーなので、全然春夏とかでもそんなに重たくならずに着れるかなと思います。ちょっとなんか肌寒いなっていう時とかにはめちゃくちゃ便利なシャツですね。なんかトップスとかでタンクトップとか着たい時とかに肌が見えちゃうじゃないですか、やっぱりね。ちょっと露出を抑えたいなっていう時とかにパッて羽織るのもめちゃくちゃいいと思います。ちょっとなんか肩を抜いて着てあげると、よりこなれ感が出ておしゃれな感じで着こなせるかなと思います。ということで続いて3つ目が、じゃん、こちらのカラージャケットセットアップになってるんですけど、これがパンツになっていてですね、こういう感じのパンツと、あとこういうジャケットのねセットアップなんですけど、やっぱりセットアップは本当に楽なのでとても使いやすいです。あと別々で着れたりとかもするので、本当に着回しも効くアイテムなんですが、素材がすごい軽い素材になっているので、春夏でも全然涼しく着れると思います。テロテロっとした柔らかい感じの素材になっていて、柔らかいんだけど、こういう襟の部分とかはしっかりと形が残ってくれているので、綺麗に着れるかなと思うので、そこがすごくいいなって思いました。で色もこれもねダスティーピンクって言って、ピンクのセットアップをちょっと珍しく今回買ってみました。あんまり私ピンク着ないんですけど、春だし挑戦してみようかなと思って。これもそんなになんか派手なピンクじゃなくて、ちょっとくすんだピンクになっているので、すごい使いやすいかなって思います。こっちのボトムスもですね、ウエストの部分はゴムになっていたりとか、本当に楽なパンツになっております。はい、ということでこれを使ったコーディネートがこんな感じです。今回はこのセットアップの中に黒の T シャツを合わせました。白でももちろん可愛いんですけど、ピンクじゃないですかこのセットアップが。ちょっとかっこよさが欲しいなと思って、今回私インナーは黒にしたんですが、もちろん白とかでも合うと思います。ベージュとかでもすごい淡い感じの色で可愛いかもしれないですね。やっぱりこのピンクのセットアップがポイントになっていて、普段私モノトーン
トーンのコーデが多いので、色物を取り入れることによって、また雰囲気が変わるかなと思います。やっぱりカラー物を着こなせると結構おしゃれの幅も広がるかなって思うので、色も本当に挑戦しやすい色なので、ではゲットいたしました。はい、では続きまして4つ目が、じゃじゃーん、こちらー。ヒョウ柄です。これがですね、ウエストゴムレオパードフレアスカートになっております。その名の通りって感じなんですけど、ウエストこれゴムになっているので、これもね、すごく楽です。裾にかけて広がっていくようなフレアなスカートになっております。これもですね、本当にコーデのワンポイントになったりとか、柄物ってめちゃくちゃ使えるんですよ。シンプルな洋服に合わせるだけで、一気にこう、おしゃれ感が出るし、コーデのポイントにもなるので、ヒョウ柄ももちろんなんですけど、結構柄物を取り入れたりとかします。柄物ってトップスよりもボトムスの方が挑戦しやすくって、顔から遠いじゃないですか。柄が顔に近いとなんかすごいごちゃごちゃしちゃう感じがして、初めて柄物挑戦してみようかなっていう人にとっては結構難しいかなって思うんですけど、ボトムスは本当に挑戦しやすくって、シンプルなトップスを持ってきてあげると、すごい可愛く着られるので、ボトムスで柄物を取り入れるのが結構おすすめです。ではこれを使ったコーディネートがこんな感じです。こちらのコーデはですね、このスカートに黒のビスチェを合わせて、さっきのあのリネンライクロングシャツを羽織っております。柄があることでワンポイントになって、コーデがシンプルすぎなくって、おしゃれに見えるかなって思います。このフレアスカートが結構女性らしい感じだったので、あえて上は黒のビスチェでちょっとかっこよさも取り入れつつ、ビスチェだけだとちょっと露出が激しいので、シャツを羽織ることによって質も抑えられるかなと思います。今回黒のトップスを合わせたんですけど、今着てるような白のロゴティーとかにも合うと思うので、すごく使えるかなって思います。このホワイトもですね、本当に絶妙な色合いで、ちょっとベージュっぽかったりも見えるかな。なんか最近ブラウン系の色がすごくコーディネートで取り入れられてると思うんですけど、そういうコーデにもすごくハマるかなって思います。これ結構大柄になっているので、そんななんかヒョガヒョガって感じじゃないので、挑戦しやすいのかなと思います。はい、ではラスト5つ目がじゃん、こちらでございます。これがね、私すごい気に入ってるんですけど、サイドリボンキャミソールプリーツマキシワンピースになっております。サイドがこういった感じで自分で縛れるタイプのリボンになっているので、ウエストをキュッと締めることができるので、スタイルアップ効果もありますね。キュッてなるとこは結構上目に来ているので、足長効果もあるし、プリーツになっているので縦にラインが入っていて、ここでも足長効果があって、結構これもスタイルよく見えるんじゃないかなって思います。ということで、これを使ったコーディネートがこんな感じでございます。で、私 168cm なんですけど、すごい長くってちゃんと足首まであるので、これめちゃくちゃ気に入りました。でもこのキャミのところが調節できるので、長さがいろんな身長の方に合わせて合わせて調節できるのもいいなって思いました。デザインも可愛いですよね。すごく結構ストンとした感じだし、あとプリーツもとっても綺麗で、すごく上品なワンピースになっております。これはすごいおすすめなアイテムですね。中に白のタンクトップを合わせて結構無難な感じで着ているんですが、上からピンクのさっきのセットアップのジャケットを羽織ることによって、かっこいい感じのクールな印象になるかなと思います。ロングスカートにジャケットって結構難しいスタイルではあるかなって思います。一歩間違えたらどっちもズドンズドンという感じなので、結構太って見えちゃったりとかすると思うんですけど、このプリーツがあることによって縦のラインがすごい意識されるので、全然ジャケットを羽織った時の後ろ姿もボワッとせずに、すごいスタイルもよく見えるかなって思います。このサイドのリボンもね、めちゃくちゃ可愛くて、そこがワンポイントになるので、今回は春コーデということで、ちょっとジャケットもね、羽織ってみたんですけど、全然夏になったらなんか T シャツにこれ1枚でとかっていうのも可愛いと思います。その時とかはこのサイドのリボンがポイントになるので、シンプルすぎなくって、そのコーデもね、夏とかはすごく可愛いと思います。無難のブラックなので、すごく合わせやすいし、割とオールシーズン着れそうなワンピースかなと思います。はい、ということでこんな感じでですね、購入品とそれに合わせたコーディネートも5個組んでみたんですけど、いかがでしたでしょうか。今回私が購入した5つのアイテムと FIFS のサイトに飛べる URL を概要欄に貼っておこうと思うので、よかったらそちらからぜひ見てみてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。